今や大御所芸人の一人となったトンネルズの木梨憲武さん。その妻といえば安田成美さんです。かつてはトレンディードラマの主演を務める女優の一人として人気を博しました。また三人の子供にも恵まれ、一時は育児に専念していましたが、今は復帰を果たして現役で活躍しています。 今回は、そんな安田さんの経歴とともに、世間を騒がせた朝ドラ交番の真相や、在日韓国人の噂、また、木梨さんとの馴れそめや、現在の活動などについてまとめてみました。1966年11月28日生まれ、56歳の安田さんは、東京都出身。タモリさんや、 長崎博美さんらが所属する田辺エージェンシーを経て、現在は夫である木梨さんが代表取締役を務める個人事務所木梨国家株式会社所属の女優さんです。麻雀層や喫茶店などを経営する両親のもとに生まれた安田さんは、小学生の時には学級委員や生徒会長を務めるなど、 しっかりした性格だったようです。そして、中学3年生の時、スカウトをされたことがきっかけで芸能界入りをし、1981年には、花王の洗顔料、ビオレの CM にてデビューを果たします。1982年には、日本テレビ、ホームスイートホームにてドラマ初出演。 翌年にはアニメ映画、風の谷のナウシカイメージガールのオーディションにてグランプリを獲得し、イメージソングを発表、歌詞デビューまで果たしました。このように活動が忙しくなった安田さんは、私立女子美術大学附属高校に進学するも中退しています。その後、大学入学資格検定を受け、 見事、明治学院大学に進みましたが、大学も2年で中退しました。芸能活動では、1989年に主演を務めた富士テレビ系ドラマ、同級生をきっかけに、その後、主演を務めた数多くのトレンディードラマもヒットを重ね、1992年に出演した素顔のままででは、 中森明菜さんとダブル主演という話題性もあって、最高視聴率が31.9%を記録しました。この活躍が評価され、1993年には、橋田菅子さんが理事を務める、橋田文化財団より、第1回橋田賞を受賞。そして、勢いそのまま、1994年、 安田さんが28歳の時に、橋田さん脚本の NHK 連続テレビ小説、春よ恋にて、主役のヒロインに抜擢されました。この作品は1年スパンの作品でしたが、半年後、急遽安田さんの降板が発表されました。この降板については、数々の噂が上がったので、次は、 この噂についてまとめます。まず NHK が正式に発表したのは安田さんの体調不良が原因とのことでした。具体的には食欲不振と睡眠不足により顔に腫れ物ができたり体重が5キロも落ちたりなど肉体的精神的な疲労からその後の出演継続が難しいと 安田さんから NHK に申し出があり、それが受理されたのだそうです。しかし、その3日後には、橋田さん本人が会見を開き、安田さんの降板に対して、飼い犬に手を噛まれたとコメントしつつ、NHK 側の降板理由の説明を否定。そして、橋田さんが解釈した降板理由について、 私の脚本が気に入らなかったから、私の脚本を理解できなかったから、と説明しています。さらに、この交番報道を受け、フジテレビのワイドショー番組に出演していた評論家の塩田丸尾さんは、安田さんは在日だから、植民地の朝鮮で荒稼ぎする日本人を演じたいわけがない、という発言をきっかけに、 安田さんが在日韓国人ではないかと噂されるようになりました。このように世間を騒がせた交番騒動ですが、安田さん自身も事の真相については話していないので、本当のことはわからないままです。ちなみに安田さんが交番した後の春よ恋の主人公代役は中田よしさんが務め、 安田さんが出ていた回までを第1部、中田さんが出演するようになった回からを第2部として対応されました。そして在日韓国人という噂についても、安田さん自身が国籍などを公表したわけではないので、事実かどうかは未だに不明ですが、官報には安田さんと青年月日が一致する、 ジョン・ソンミという人物が出てきたことから、噂の信憑性が増しました。また、安田さんも木梨さんも人気絶頂だったこの当時は、ワイドショー全盛期だったこともあり、人気者二人の結婚に対しても取材が絶えませんでした。そんな中で行われた結婚式は、かなり厳重に極秘に行われたのだとか、 そのため、この対応さえも、韓国人の両親を隠すために、マスコミさえもシャットアウトしたのではなどと憶測が飛び交いました。しかし、この結婚式には、豪華客船に著名人が約500人ほど招かれ、盛大に披露宴を挙げたことが分かってくると、安田さんに対する在日韓国人の噂の数々も、 嘘ではないかという可能性が高まり、真相は謎のままとなりました。このように世間から注目を浴び、苦労をしつつも開催された結婚式を経て、現在結婚29年になった安田さん。最後にそんな木梨さんとの馴れそめや現在の活動について触れていきます。 二人が出会ったのは1986年、安田さんが19歳の頃でした。映画、ソロバンズクにて共演したことがきっかけに仲良くなると、楽屋で二人きりになった際に、木梨さんから、すいません、飯お願いします、と誘われ、電話番号をもらったそうです。安田さんはその時、 電話をかけずにいたそうですが、後日ラジオで共演した時に、今日とにかく電話してと約束をされ、初デートにたどり着いたそうです。その当時のことについて安田さんは、一緒に行ったご飯の席で、木梨さんから付き合ってと言われ、今そういう気ないからと返しても、それはいいから付き合って、 としつこかったと語っています。一方で、あの人ほど私を好きになってくれる人はもう現れないと思った安田さんはお付き合いをすることにし、8年の交際期間を経た1994年、ついに結婚することになりました。そして1995年に長男、1999年には次男、 2003年には長女を出産し、一時期は子供たちと同じ時間に寝起きし、家事と子育てに奮闘していたようです。一方、木梨さんとは2012年に別居報道がなされ、離婚の噂も囁ささかれましたが、2018年には二人で食事をしていた様子が報じられました。木梨さんは、 芸人だけでなく、音楽や絵画などアーティストとしても活動しており、制作活動に没頭していたのでしょう。また、ようやく子育てが落ち着き、夫婦の時間がゆっくり取れるようになったのか、二人の関係も修復したようです。次男出産後の2000年には、日本テレビのドラマ、リミット、もしも我が子が、 にて仕事復帰。事務所を移動した後、翌年には大河の一滴にて映画主演を7年ぶりに務め、この映画では日本アカデミー賞主演女優賞を受賞しています。2003年には長女出産のため再度休業をするも、2006年には関西テレビのドラマ、 最後の約束にて再復帰。現在までにエッセイ本の出版や密館の CM に出演していたほか、2010年には朝ドラ鉄板にヒロインの養母役にて出演。15年ぶりの朝ドラ出演ということで話題を集め、見事最後まで演じ切りました。人気絶頂の頃から、 結婚、出産、育児を経て、今なお美しい姿をキープしたまま、現役で活躍し続けている安田さん。安田さん自身のブログや SNS などはありませんが、現在も雑誌やテレビなどに出演中とのことで、今後の活動にも注目したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。